幸福の度合い、強く感じる人ほど運の側面に特徴。3. 佐藤淳教授は、瞑想トレーニングによって、みそぎ全部の体積が変わるという研究報告もある。科学的データに裏打ちされた幸福増進プログラムを作ることも期待されるとしている。